カキンゲームズ。ヒカクラ。全国のイオンでヒカクラグッズ販売中。ヒカキンはどこにいるでしょうか。チックタクチックタクチックタク。ここだよ。ここだよ。ここにいるよ。こうこうだにょー。ブンブンハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもワイルドなヒカキンです。寝起きです。ヒカクラ2パート113の今回はスケルトンの弓でクリーパー倒されるとゲットできるレコード取りまくる。むずちょっと夜が終わっちゃうんで一回ちょっとこれちょっとオープニングあれか。危ない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 。よしよし。そう、太陽が出てきちゃうと取れなくなっちゃうんで、レコードってあるじゃないですか、ジュークボックスに入れると音楽鳴るやつね。あれって一部は廃校の中のチェストとか、あの宝箱から取れることもあるみたいなんですけど、ほとんどはね、なんか、スケルトンの弓矢で、クリーパーが倒された時にクリーパーから落ちるんですよ。はい？そんな偶然あるって感じじゃん。やっぱりね、そんな偶然って滅多にないんですよね。ということは、やるしかないんです。で、昔もね、僕やったことあるんですよ。なんかトラップみたいなの、簡単な落とし穴みたいなの作って、スケルトンに打たせるみたいな。でね、やっぱね、年月経つと、もっと簡単な方法があるんですよ。なので今日はそれをやっていきたいと思います。で、レコード、めっちゃいっぱい取れたらと思います。とはいえ、夜が終わっちゃうと取れづらくなると思うんで、頑張ってまず一晩で何枚取れるか。まあもう、言うたら、レコードガチャですよね。うん。目指せ10枚。行くぞ！でね、なんか本当に超簡単な取り方があって、それはね、芸人のウエストランド井口さんという方がね、開発されたそうです。ありがとうございます。ちょっと参考にさせていただこうと思います。さあ、まずね、スケルトンを探す。その1、いる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 。で、そのスケルトンをこのね、ボートに乗せるの。クリーパーもいる、これ大チャンス。いやいやいや。で、矢を食らうから、防具は強いやつがいいです、こうやって。今、僕今日ネザライトにしてるんで、でこの、まず一人、スケルトンを、こうやってね、ボートに乗せる。はい、これでもう、準備完了。あと、クリーパーを、クリーパーも乗せるの。きっちい。ちょっとこれがきちいんだけど、それだけやっちゃえばもう、レコード取れると。なぜかというとね、まあ見ていただければわかるんですけど、ちょっともう一体これ無駄なって言ったらごめんな。ごめんな、スケ。やべ、クリーパー寄ってきてる。よしよしよし。あ、やっぱ強い剣持っとくといいね。で、このクリーパーを、こうやって乗せるだけ。ほら、見て、これで、あとこうやって向きこうやって変えると、撃ってくれんの。これわかる？超簡単なの。で、これでクリーパーが、やられたら、レコードが落ちると。で、そのレコードが、ほら、落ちた。超簡単だ、これ、やべえ。ああ、そう！持ってない！こういうこと。超楽しいよね、これ。で、スケルトンは昼間しか起きてられないんで、まあやっぱ夜にやるのがいいと。あー、クリーパーいない。で、もっと言うと、これで、スケルトン生かしておくんだったら屋根作るか、名札？スケルトンに名前つけると消えなくなるとかさ、あるんだけど、まあ、ちょっとアイテム的にも難易度が上がるよねっていう。クリーパーがいないみたいな。多分これ Java 版とかだったらね、敵いっぱい湧くんだけど、あ、いた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 。これを誘導してくるのが難しいということですね。まあでも、超難易度低いよね。おい、クリーパーさん、ほら、これだけ。やっちゃったぞ。やっちゃったんだよ。こういうこともたもたしてると、多分すぐに朝になっちゃうと。おい、クリーパーさん。そんなとこで温まってないで、ほら。よーし。で、今日は最後にさ、DJ ヒカキンのパーティーやりたいよな。撮れたレコードで全部聴いてみる、音楽を。ねえ、音楽っていうのは、本当に一生楽しめるもんですから。クリーパー寄ってきた、ちょっと。あんたも来い、あんたも来い。
ちょっと一気に3人は乗れないと思うんだけどさ、スネ夫みたいだけど、うちのボートは2人乗りなんだって感じで、ちょっと待ってね。めっちゃクリーパー湧いてきた。ごめん、邪魔なんかいる。お前邪魔。こっちこっちこっち。ナイス、よし、2枚目取れる。これでよし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 。周りのクリーパーも要注意だな、これ。さあ、いけ。5発くらいで多分。よーし、働き者だ。やばい、やばいの取れた、やばいの取れた。俺これ取ったことあった？昔あった？これないな、昔はな。うん、とか言ってあったらまたなんか言われちゃうんだよな、俺。あ、ちょっと角度が甘いところ来てくれないね。こう、オッケー。え、超簡単。今もう2枚取れて、ちょっとやばいの取れたよ。ほら見て、11。昔取ったっけこれ。割れてるんだけど、レコード。ご飯食べましょう。うわぁ。で、あとね、俺今日やりたいのが、これ昼間になっちゃうじゃん。昼間になったら洞窟の中でできるのかも試してみたいんだよね。え、真っ黒だ。すごい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 。いや、これ昔さ、トラップ作って超苦労したの覚えてんの。スタール、スタールだって。何、ただね、あと今回それでレコードの種類とか調べたんですけど、昔よりやっぱちょっと増えてて、なんか今ってね、あのネザーのピグリンの要塞ってあるじゃん。あの、この前僕がマグマに落ちたとこね。ああいうところの宝箱の中からしか取れない、なんかね、ピグ、なんか茶色いディスクあるっぽいんだよね。それが超レアなのと、あとね、要塞っつったかな、あのエンドポータルがある要塞のチェストしか取れない超レアなやつがあるらしい。えっ、スケルトン消えたんだけど。ちょっと待って。うわー、こういうこともあるね。デスポーンってやつですね。うわー、肝心なクリ、あ、いやいやいや、スケルトンはでもなんかすぐいるな。クリーパーのが大変かも。やべ、張り切ってボートもいっぱい作ったけど、ボートはまあ1個あれば案外足りるね。よしよし。あれ、乗ってなくね。え、乗ってる？あ、乗ってんのこれ。あ、乗ってるのこれ。クリーパーさん、案外ダメージを結構受けるんで、ネザライト、これウィザー用に作ったやつなので、関節攻撃耐性とかついてるといいかもね、エンチャントで。やべ、あ、やべ、よし。さあ、一晩でもう、今でもう3枚取れてるから、すごいすごい。目指せ10枚、大きい目標。あ、あとチェストプレートつけてなかったね、俺。これならもう全然食らわないと思う。あ、月は、あー、もう明るくなっちゃう。あれ、落ちた。落ちてる落ちてる落ちてる。おー、すげえ、全部種類違う。一晩で4枚。クリーパーさん、あと1匹。ちょっと、あとこれはちょっと、人チャレンジしてみるか。やべ、あー、ちょっと準備が足りてなかったな。そう、すぐちょうど夜になっちゃってさ、言い訳。ちょっとウィッチが来てる。ウィッチが来てる。こうやっといたら消えなくねっていう。よし。じゃねえよ。うわー、乗ってる。ちょっと乗ってる乗ってる乗ってる。かんやろかんやろかんや。よーし、 VIP なんだよこのスケルトンさんは。やめなさい。すごいお方なんですよ、レコードを生み出してくれる。こうやっておけば多分スケルトンさんは生きてて、ちょっと地獄だ。クリーパーって昼間でもさ、湧く敵だから、この辺にいれば湧いてくれるかもしれないんだけど、あんま湧かないんだよね、統合版のマイクラ。昼間、うん、夜にやった方がいいね。うわー、ちょっと音楽聴いてみるか。昼間のうちに音楽を聴くっていうのもありだね。で、最近さ、地下がさ、広くなったじゃん。ドカーンってね、地下のマイナス座標の洞窟。あそこでも夜、あ、昼間でもできそうだなと思ったんですよね。うん、やっぱクリーパー全然いないんで、ちょっと音楽聴いてみるか。うわ、楽しみだなー。これやばいよな。11、割れてんの。マール、ファー、遠くへ、スタル。スタルってなんだっけ？怖そうだな。まあ、でも一晩で相当取れた。よし、秘密基地の中で聞いてみましょう。うわ、ちょっと楽しみね。よいしょ。いきます。じゃあまず、これから。ファー、遠くへ。なんかね、これすごい人が作ってるらしいよ。調べたらすごいなんか優秀な音楽作れる人が。よいしょ、ちゃんと聞くよ、俺。いきます。まずは、ファー、遠く。いきます、せーの。
うん、神秘的。昔のドンキーコングみたいな音楽だな。うん、なんか癒される。夜眠るときいいなこれ。さあ深呼吸してみましょう。なんかヨガの音楽って感じ。これめっちゃ好きだな俺。よいしょ。次じゃあこれ、メールみたいだな。メールいきます。メール、せーの。なんでこんな全部癒し系なんだ。1日目は癒しのミュージックなのかなこれ、もしかしたら。はあ、さあまずは肩甲骨のストレッチ。息を大きく吸って肩甲骨を伸ばすみたいなね。ヨガだなこれ。あ、途中からこのドラム入ってくる。準備できてるやつはどんくらいいんだ、手上げろ、パパパパってことで、はい、多分こっからもうね、DJ ヒカキンですよ。とんでもねえの来るぞ、これ。バキバキのパーティー来るぞ、これ。この二つ。ブラックミュージックだよ、これ。いきます。スタル。こっちの壊れてない方から。いくぜ !DJ ヒカキンパーティータイムスタート。ジャズっぽいな。全然 DJ じゃねえ。めっちゃいい音楽だね。サックスかな。マイクラかよこれ。あら、秘密基地のムードと合ってるわ。いきなりアホな BGM みたいになっちゃったぞ。なんかはじめ社長が使ってそうな、なんか BGM みたいになってきたよ。いいね、マイクラっぽくて。あら、悪くないね。なんか全部いい音楽だね、1日目に撮れたやつ。うん、はい次。これ怖くね。11いきます。せーの。ふいっ。あれ？あれ？これ俺なんかで聞かんかったっけ？ヒカクラ2で聞いてる？超トラウマな、焦って逃げる人の息遣いみたいな。これ誰が聞くのって感じ。誰が聞きたいのこれっていう。はい、ということでこれハズレですね、ハズレ。ただレア度的にはもしかしたら当たりかもしんないね。見た目はこの黒がかっこいいね。いやーでもなんかすごいいい4種類だったね。で確かね、僕家で4種類持ってんすよね。ちょっとそれも合わせると今全7種類持ってんのかな。全部で10何種類ぐらいは確かあった気がするから、まだもしかしたら半分も集められてないかもしんないね。いやー全部取りたいけど、いつかな、超レアなやつまで集めてレコードコレクターになりたいけど。前秘密基地の時にこれお見せしてるんですけど、この13とウェイトと、これだね、キャット。これ超似てるよね。これよーく見るとちょっと黄色が入ってて、
ファーと違うんだけど、うん、あとこの辺がやっぱよくあるんだね、多分チェストとかで、宝箱で。ちょっと調べてみるか。14種類っぽい。あ、半分集められてる。で、そのうちチェストからしか取れないの2枚あるから、そう、覗くと12種類か。あと5枚だ。結構いけるかも。今日頑張るぞ俺。まだ今度でも冒険で超レアなやつ取りに行きたいけど。あ、そんなこと言ってるともう夜だな。結構すぐ夜っすね。スケルトンを何匹もつか、あ、そっか、スケルトンを4体ぐらいボートに乗せてクリーパーを近くのやつに連れてった方が効率いいのか。はい、これ大人の本気ですございます。大人の本気ですございます。はい、これで次昼間になったら洞窟行けばいいか。もう一回トライしてみよう。ぶっちゃけ効率そんな悪くなかったしね。あ、ほらほら、乗せてたスケルトンが消えちゃうんすよね、名札つけないと。ほんと厳しい世界やね。さ、夜になりました。よしよしよし、速攻で、時間がないからな。よし、クリーパー湧いている、クリーパー湧いている。スケルトン負け。なんでクリーパー湧いてスケルトンいないんだよ。あ、さ、あ、でも先にクリーパー乗せるのはちょっと違うか。いや、あ、乗せらんねえわ。クリーパー乗せたら爆発して終わりだわ。スケルトンさんちょっと遠くない、あんた。よーし、いいよ、ペースいい、ペースいい。やっぱ昨日で4枚取れてるからもっと取れるんじゃねえかな。えっ、やめてくれ、やばい、やばい、乗って乗って乗って、乗れないか。3匹は最悪。ちょっと待って、うまー、ノー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 、ちょっと待って、救いたい。うっし、よし、馬を救ったぜ。とりあえずこれで俺はいいことをしたということで、いい夜だ。よっしゃ、リアルでやってやるって。無理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 が起きる、無理が起きる、無理が起きる。ちょっと待って俺はやる。やべ、俺乗っちゃった、俺乗っちゃった。やべ、カンチョン、カンチョーって言っちゃった。はい、これが失敗例ですね。やっぱり一晩練習できたと思ってたけど、むずいわ。ちょっと待って、とりあえず馬だけは助けたということで、いいことをしたということで許してください。クリーパーさんが湧かないです。あー、いるけど、まあ一晩あればな、何体か湧くやろ。他の敵が、やべ、乗っちゃう、乗っちゃうんだよね。連打すると乗っちゃうのよ。んで、この子も、よし、オッケー。いやー、ネザライト防具でも結構食らうね。うん、ネザライトでも食らう。え？あ、あ、あんた、うわ、乗っちゃった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 、助けて。雲乗るな。やめてー。うわ、クリーパー湧かねえ。こういうことになるんだな。うわ、ちょっと離れるとスケルトン消えるね、それも。これもまた、辛いね。うわー、むしろ、昨夜はめちゃめちゃうまくいってたんだね。下手したら、ちょっと家とかから離れたなんもない平らなとことか行くのもありかもな。よし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 。頼む、ここで俺バシッと行くよ。バシッと決めるからな、スケルトンさん俺。あ、クリーパー2体いる。オッケー。オッケーオッケーオッケー。あれ、クリーパー。やっぱすぐデスポーンするね。頼む、クリーパーさん、絶妙な距離を保っていく。あれ、ちょっと離れすぎるともう来てくんなくなるのよ。はいはいはい、もう痛いな、ぶっ壊れちまうよ防具。これ乗ったでしょ、オッケー。これで、さあ、これでかぶりでな、レコードガチャかぶらないでくれ、頼む。やっぱ一気に何体もこうスケルトン乗せてやるとかも難しいね。ここにいなきゃいけないから。どうですか、黒か。あー、かぶってる。ガチャってかぶるもんな。くっそー、クリーパーさん、湧いてくれてありがとう。これ感謝を込めてね、湧いてくれてありがとう、感謝を伝えつつ。スケルトンも消えなくてありがとう。あ、じゃあ早く早く早くしなさい。命令口調でもね、すいませんね。早くしなさい。はい、うまい、天才、うまい。頼む、かぶんな。こうやってる間に、もう、
夜は半分まで来ている。月の位置でわかるのよね。さ、頼む、頼む、頼む、これは？うわぁ、かぶる！やばい、甘くねぇ。いや、こればっかりはね、トラップじゃあ作ったからといってすごい効率上がるかって言われると、似たような話よな。いや、一枚は新規リスク取らないと終われない。あ、クリーパー消えた！ヒカクラ！よし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 ！ほら、船の上のスペシャルショータイムだよ。あー、乗っちゃった乗っちゃった、やべ。おい、クリーパーさん。水上 DJ やろうぜ。海の上でも盛り上げていこうぜ。なあ、海じゃ、海っていうかただの水たまりだけど。ヘイ！よし。これ乗せんのむずいぞ。ちち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 ちなんでレコードってクリーパーからしか落ちないんだよ。よしよしよし、こっちこっち、よっしゃ。はい、さあ盛り上がってるかみんな。さあクルーザーの上でパーティータイムだ。え？また黒？うわー、ただすごい量になってきたね、ほら。ちょっと嬉しい。ピチピチ打ってくんなよ。見えづらく、クリーパーいた、クリーパーいた。クリーパーさん、船の上で楽しもうぜ。おい。消えた！あ、いた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 。いた。ほら、ほら、ほら。ほら。おいで。はいよ。おっちゃん隠れてんな、ここで。見えづら、これ。サングラス実況見えづらすぎ。クリーパーさん、よしよしよし。あー、もう朝になっちゃう。やばい、マジで。二日目。めちゃくちゃ、スランプだよ。大失速。よし。オッケー。さあ、DJ ヒカキン、船上パーティー、盛り上がってるかい。おい、ええは落ちてなんか、また黒、これめっちゃ当たるね。こんやろうが、もういらんいらんわ、こんやろうが、お前。うわ、マジ、まあ、ボート回収してっか。じゃいよいよ洞窟の中行くか。嫌なんだよあんた。本音が出ちゃった。もう嫌なんだよ、あんた。んー、ててて。あー、いやいやいやー。ガラクタ撃ってる。詐欺師だ。はい、朝になりましたね。いやー、眩しい。いい天気だ。人はね、昼間、太陽の光を浴びて、元気が出るもんですから。さあ、じゃあ、ボート回収して、地下へ行こう。まあでも思ったより結構楽勝に集まるってのが嬉しいね。2番でやばくね。これ確かさっき持ってきたやつだから、これ覗いてもすごい、2日間で9枚取れてる。すごいすごい。運がいい人だったらもうこれ結構全部集まってるかもしれないもんな。じゃあちょっと家の下から洞窟行けるんで、あの新しいでかい洞窟ね、それだけ行ってちゃおうかしら。元から持ってたレコードは預けて、さあ大丈夫だよな、まあ、名札とかも大事なもんを預けていきましょうか。よし、俺は行くぜ。ウィザーと戦った場所はここだ。未だに階段なし。よし、どっちが広かったっけな。ガーすごいね、いいね、いい湧きっぷりだね。ここにスライムチャンク、スライムトラップ作った方が良さそうなんだよな。どうしようかな、どっちが広かったかで言うとこっちだったよな。オッケー。これ地下でできたらもうむしろ夜まで、ま、待つ意味全くなかったよね。普通に考えてできるはずなんだけど、クリーパーとスケルトンがガンガン湧いてくれればっていう。軽く湧き潰ししちゃってあるから、こういうところよりか、
もっとさ、めちゃくちゃ広いとこあんじゃん。めっちゃ開けてる広いところ行った方がいいよね。うわー、昔頑張ってこれ探検した跡があるわ。え、待って、これレアなやつだ。これ持ってないよね、今家に。原鉄のブロックだ。これレアなんだよね。うわー、こっちだっけ、マグマのある。あー、こっちっぽいな。この危ないスレスレを行ったんだっけ。さあ、敵さんがいっぱいこの辺から。あー、こういうとこ、こういうとこ。あー、いけるわこれ多分。多少湧き潰ししてもクリーパーはいる。ただなんか夜の外の方がやっぱ湧いてる感あるな。あ、クリーパーめっちゃいるわ。でもスケルトンがいないぞ。たまたまだよね今これ。ガーいるね、クリーパーはいるね。いや、でもやりづらいな、平らじゃないから。スケルトンがいない、なんで。ちょっとこれで湧き潰ししてっちゃったら湧かなくなっちゃうから、ちょっと待って。ほら、ゾンビとかは湧くんだけど。いやー、人生甘くないっすね。いや、これは外の方が効率いいね。人によるかもしんないけど、なんか極端に僕はスケルトンが湧かないっすね。ここだな、来たの。ダメだね。圧倒的に普通の、原っぱでやった方がやりやすいということが分かりましたね。できなくはないけどね、全然。整地した夜の原っぱが最高です。ほらじゃん、ちょっと待って、やばい、急げ。今は、あ、上がったばっかり、上がったばっかり。まだ月が、スケルトンを感じろ、スケルトンを感じろ。クリーパーは感じるぜ、クリーパーは感じるぜ。2体います。スケルトンさん、痛い。そんな中いない、中、あ、これ歩きづら。よしよしよし、クリーパーも来ている。スケルトンは出てきてくれるか。クリーパーのが先にロックオンされてしまってる。やばい。さすがにあと1種類ぐらいは取りたいじゃん。スケルトンさんが諦めた。ちょっと待って。これはいいんじゃない?スケルトン動きづらそう。ふっ!よし。で、クリーパーさん。あ、これ大成功だな。大成功パターンだな、これ。よし、オッケー。で、こっち。オッケー。やっぱ外の方がいいわ。いやー。洞窟はダメ。頼む !DJ ヒカキン!森の DJ! 頼む!でもなんか俺この作業すげえ好き。よし!あー、持ってる!安定感抜群だろ?はい、完璧、うんま。頼む!新しい色くれ!聞いてみたいんだ!私はそのミュージックを。次か。またブラックマン?おい、やばい、同じのしか取れねえんだけど。ゾンビが湧いちゃうと今度敵湧きづらくなるとかあるな、これ。あ、クリーパー湧いてる。クリーパーさん、パーさん、パッパーさん、クリーパーさん、こっちだよ。オッケー。あ、いるいる、あっちにもいる。オッケー。はい。バシバシ打って。はぁ、もう、世話の焼ける子たちだ。頼む。ぶっ壊れてるやつか、これ。かぶるねー、マジで。よしよしよし。ただ、クリーパーさんがまた空気読んでくれてるね。取れたかないんだろっつって。ヒカクラパート113? 取れたかないんだろっつって。乗ってやるよ。任しとけよ。つって。いい人たちだわ。はい。どっちかというと、俺は激レアなチェストから取れるやつ取りに行くのとか、いや、なんか生配信とかでもやりたいよね。頼む。持ってる。もしかしたらこっからレアなやつとかなのかな。うわー、ここにいるけど、クリーパー。これ、向こうの、あ、
こっちで乗せた方が早いな、これ。敵多すぎ、雨ー。あー、ゾンビ倒さないとゾンビ乗っちゃう。やばい、ちょっと待って待って待って、やばいやばいやばい、マジでやばい。いいよ、堂々と食ってやるよ、俺がよ、飯をよ。うわ、ありがとうございます。ちょっと待って、危ない危ない、私危ない、危ねえ。よし、とてつもなくダメージを受ける回だね。これ雨でさ、このまま夜明けないとかない？あ、そういうチャンスあるかも。神が舞い降りた、まさか。うわー、持ってるっしょこれ。めっちゃ被るようになってきた。スケルトン乗るなよ、スケルトン乗るなよ。ちょっと待って、よしよしよし、よし、死んじまうから。よし、あー、なんとかなるか。頼む、そろそろラスト頼むよ、なんかいいのくれよ。全く見たことない色の、ファーだ。めっちゃ取れてるんだけどな、ただ収穫はすごいんだけど。よし、オッケー。おい、判定が当たってねえぞ。あ、の、よし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 、乗ってないんだ、あれ。すごいすごい、雨がでもなんか続いてて、これ無限ループ入ったんじゃない？そっか、雨の時って敵湧くもんな。これもまた一つ、今日長くやってみて、収穫だな。頼む、頼む、頼む、もう DJ ヒカキンもう引退、引退、頼む。え、なんか今白くなかった？頼む、白い、白い、白い、やった、やった、なにこれ。ストレッド、ストラッド、ストラッドって何？英語詳しい方、ストラッドって何？まだいける、まだいける。可能性を信じて。俺は、この雨は止まねえんだ。なんかかっこいいな。この雨は止まねえんだよ。俺が思い続ける限りな。この辺なんか湧きやすいな。よいしょ。あ、あれ？草のせいで、草のせいで。ほい。よし。フリーパーさん。大チャンスだよ、これ。恵みの雨だよ、これこそ。辛いよ、クリーパーさん、俺も辛いんだよ。お互い辛いんだよ、これは。お互いただの地獄なんだよ。あんたは弓矢に撃たれまくり、俺も弓矢に撃たれまくり、もう地獄なのよ。早く、早くいいディスク出してくれたら終われるんだよ。作業は単調だし。あ、ウェイトか、持ってるわ。あー、夜のやつがあれか、生き残ってるだけでクリーパーが湧かなくなっちゃうんだ。マジ甘くないっす。そうだね、日中の雨は敵湧かないね。いや、ちょっと聞いてみるか。でもせっかく、なんとか新しい新曲発売です、 DJ ヒカキン新曲。それではお聴きください、 DJ ヒカキン新曲、ストレート、ストラート。基本どの曲も音数がこう増えていくね、だんだん。だんだんこう豪華になっていくっていうか、音が結構いい曲だな。だって頑張ったもん、これ雨降りでさ。ちょっとなんか南国っぽいね、神秘的だけど、なんかどれも神秘的。今日だけでちょっと待って、これめちゃくちゃ頑張ってんじゃん。おい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 。おい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 。まあ、マイクラの世界で3日間やってこんくらいっすね。17枚取れてる。5枚以上取れてるね、一晩。素晴らしい。
もしかしたらスケルトントラップとかうまく利用してなんか作り込めばクリーパーレコードトラップみたいなね作れることもあんのかもしれないけど、多分ねちょっと簡単じゃないんだよね。これの今の方法が一番コスパがいいと思うんだよ。最後の夜にかけるかな。夜にかける。最後の夜にかける。沈むように溶けてゆくよ。さよなら。どうじゃねえし。眠ることすらできない。さあ、4日目の夜か。しゃ、もうここで勝負かけっから俺。おお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 、かかってこいよ。おお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 お。やべ、ね、寝てない寝てない、私寝てないでちゅう、私寝てないでちゅう。寝ちゃダメなんだよ。ファントムという敵が加わりました、私に。来すぎ。うわー、来てんな。乗って乗って乗って。これ乗ってないんだよな、スケルトン。まあいいや。ん？今なんか撃たれ、うわー。ファントム、もう地獄です。ただの地獄。乗ってくれてる。うわー。うわ、地獄だ。よし、俺やる。でもやる。俺はやる。これ、ヒカクラの名言。自称名言。俺はやる。やられるかもしれん。ちょっとパーン、パパ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 パーン。ちょっと助けて。あー、待って、マジでやばい。危ない。ファントムにやられるかもな、これ。下手すると。クリーパー。よし。よし、よくやった。この野郎、弓が弱い。ちょっと待って。よしよしよし。かー、くそ、やべ。あー、きつい、マジで。2日経ったら寝た方がいいけど、寝たくねえじゃん。よーし。あ、持ってないやつだ、多分。オッケーオッケーオッケー。え、なあ、お前変なことしてる。変なんだって。危な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 、待って待って、エリトラエリトラ。ちょっと待って、俺ファントムに殴られたら終わる説ない。やばい、ちょっと待って。そっかそっか、一旦よし、オッケー。スケルトンさん、いや逃げてきちゃった、もったいね。ただここにもよし、オッケー。うごっ、やめろ、クモ。よしよし、頼む。あ、クリーパーさん、あと2、多分あと2種類ぐらいだと思う。 2種類3種類、わかんない。あと3種類か、あと3種類ぐらい。クリーパーさん、はい、来い来い、はい来い。俺ファントムにも追われて指名手配なんだよ。ほら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 、来い。めっちゃいるファントム。ファントム処理しながら、よし、来ねろ。うちょ、いっぱいファントム5匹いる。待って待って、やばいやばいやばい、地獄だ。早く、あ、倒した。のんな、のんな、のんな。ここにいる、ここにいる。頼む、クリーパー。クリクリ、クリクリ、クリクリパッパ、クリクリパッパン、パパラパパ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 パラパーって曲が流れるぞ、これ。よーし、ふっ、そう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 、完璧だ、完璧完璧、パーフェクトムーブです。ナイスー、ナイスー。そして私は上を警戒、満腹でファントムを警戒。はい、当たってます、弓当たってます。はい、当たった。あー、これも今日さっき取れた新しいのと一緒。くそ、クリーパークリーパーじゃねえ、もうクリーパー、そんなにクリーパーなんでも伸ばしてる余裕ねえんだ俺。クリーパー、早くねえか、あんた。あー、クリーパー、クリーパー、もうやだ、音がでかいんだよ、声が。まだある、まだある、時間ある、時間ある。うわっ、つえ、大丈夫、そんな強くない、そんな強くない、そんな強くない。幻想です、幻想です。ファントム6です、空はファントム6です。
頼む、見たことないレコード頼む。うわー、待ってもう確率の問題だからやっぱガチャかぶってくるわ。ナイスナイスナイス、ちょっと行き過ぎ行き過ぎ、人気ありすぎ人気ありすぎ、乗った方と逆向き、よし、いいよ。さあどうですか。違う、すごい、あと1種類じゃない、あと1種類ぐらいかもしれない、マジで。やっぱネザライトの胸当てつけると一気に食らわなくなるわ。あとなんかね、カラフルなディスクがあるんだよね、変な変わった色の、それだけ取れればもう多分コンプリートかもしれない、その自然で取れるやつは。すごい、集中してやれば3日ぐらい、マイクラの世界で3日ぐらいで、おい、よし、頼む、見たことない、いや白か、結構いい、いいんだけど、この野郎、よし、どうですか、あーお、クリーパーもいないか、くわー、惜しいんだけどな、君はもう無理か、 あ、ヘルメットかぶってる、このスケルトン、チャンス、俺はこれにかけるぜ、よし、やべ、これはいい。あ、そっか、ヘルメットかぶってるやつだったら昼間でもできんじゃん。あんまクリーパー湧かないと思うけど。そっか、クリーパーさえ湧けば。頼む、さあカラフルなディスク、あーダメだー、甘くないねー最後。あー、やっぱ昼間クリーパーいねえわ。スケルトンさんごめん、いないわ全然クリーパー。あんた弓無限に持ってんね。ヒカクラ、さあ今夜こそ見てくださいよこれ、これと40枚ぐらいですかね。もう抵抗するで、抵抗するで、ほらちょっと防具が壊れそうなんで気をつけていきたいね。今牛乗ってたよな。いい、ナイス、ウィー、防具壊れちゃうよ。はい、クリーパーさん、俺は来ると信じているよな。あ、ファントム取れた、飯食っちゃうからね、食らいながら。ネザライトが壊れる前に来てくれ。やったー、これだよな、これだ、これだよね、ないの、これ、メロン、ネル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 、来た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 よ、これよ、もう寝る、ファントムやだ、もう寝る、おやすみなさい、寝る寝る寝る、まちんな、寝る、まちんな、わーおわーお、とりあえずじゃあもうこれだけ回収していけん、秘密基地帰ろう。やった、最後にやること準備してたから、ちょっと待ってね、マイクラの世界で10日目くらいだね。うわ、やったー、スリクター、もうやめてって、これ以上やめてって、やばい、ひどい、やったうわやったー、しゃあ見てこの防具、ボロボロ、ぶっ壊れる寸前です。さあレコードといったら秘密基地の2階で聞けますが、ちょっと やりたいことがあって、今日最後にこれ作っといたんよ、額縁、これを行くよー。うわ、これ超いい秘密基地になるぞ、これちょっとここの壁が寂しかったんだけど、やべ、額縁に額縁、すげえ、秘密基地にもファントム入ってこれない、激アツだぜ。い
や、これいいよ。うわーし、行くぜ。ここに。はい、みんなもうやることは分かってるでしょう。これやりたかったんだよね。おら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 。ほい。ほい。これですわ。バランスよく色を散りばめていく。これ、とてつもない量だよ。ファントムがうるさいね。もう、どうでもいいんです、そんなこと。いや、ほんとにさ、もう一週間とかかかるかと思った、このリアルの世界で。ほんと、ランダムだからさ、多分、運がない人はほんとに、ね、ずっとゲットできないってことだと思うんで、ちょっとこれ、張り切りすぎたかな。足りないかな。いやー。なんかやっぱり緑色のディスクがこうしてみると多いね。それは多分そうなるんだと思うんだけど、緑っぽい種類が多いから。いやー、レコードショップ開店だこれ。ヒカちゃん DJ ショップ開店これ完全に。これ全部で何枚撮ったこれ。なんか 赤いやつが出るとちょっと嬉しかったね。あんまり出なかったイメージで。最後にじゃあこの赤系だけ聞いてもないよね、まだね。いや、激アツですわ、これ。そして秘密基地、ちょっと暗いな。はぁ。お、これ使い切ったかな。ちょっとまだ足りないので、今後もコレクションしないといけないかも。おーし。今一瞬暗いからちょっとだけ松明置いちゃうけど。よーし。あ、1枚入ってる。あ、2枚入ってるこれ。よし。やったー。あ、すごい、4枚残して。すごいすごいすごい、見てこれ、やばい。頑張った。早朝から頑張りました。早朝に撮ってます。やった。じゃあちょっとまず聞いてないこれと、ね、赤がね2種類あるんだよね。これほら赤っぽいのが、これとこれと、あとピンク。これ超レアじゃねえかこれ。僕は運悪かったのかね。確率がそれともこれは超レアなのか分かんないけど、まずじゃあ真っ赤なやつから。チューラップ、なんだこれ、なんて読むんだ。チューラップ、いきます。せーの。どっかで聞いたことあんな。いい音楽だねこれ。エンディングっぽいな。いいね。ハッピーな音楽です。うわー、てかこれ秘密基地としてさ、今使ってるけどさ、新しい家作ったらそれ、その時このレコード置きたいな。やばい。お、ちょっと不思議な音楽だね。よし、はい、では次、オレンジっぽいやつ、これはブロックス。おお、マイクラといったらブロックですが、せーの、ブロックス。お、神秘的な感じ。すいません、ちょっとファントムがやられる音が混じっちゃってる。朝だな。え？あ？DJ。うん、平凡ですね。じゃあ最後、ちょっと2日間頑張ったからさ、
リアルの世界でね。DJ ヒカキン言っていい？これ。どう見てもこれ DJ だよね、これ。ぶち上げな多分曲だわ、これ。いきます。DJ ヒカキン、準備はいいか ?3、2、1、ファイナル。DJ じゃねえな。なんだこれ。あ、やべ。なんか夜の館みたいな曲なんだこれ。このために2日間頑張ったぜ。いやー、いいメロディーなのかちょっとわからんが、ちょっと不安だが、まあいいメロディーなんだよ。最高のメロディーだ。いやすごい、これでサムネイルになるぜ。もう、はあ、というわけでピッやったはい、というわけで皆さんもぜひレコード集め頑張ってみてください。僕はね、あと今撮影時点ではね、2種類かな。なんかもうちょっとね、するとアップデで、なんか1個追加されたりするらしいんだけど、まあ、あと2、3種類かな。だから、他にも激レアなレコードあるので、今後も探していきたいと思います。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひ、その他、私ヒカキン、SNS もやってますので、フォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。うん、ぶわー。